柿の葉さんといえば柿茶のお店なんですけれども、はい、実はそれだけじゃなくていろいろな食材も扱ってるんですよね。はい、そうです。もう体のことを考えたもう本当に体にも心にも優しい食材ということで、はいはい、そしてさらにその販売に実は新たに仲間に加わったものがあるということで今回お邪魔しましたが、はい、何が始まったんでしょうか。柿の葉のお惣菜といって、はい、ランチでご好評いただいているお惣菜ですね、はい、こちらをテイクアウト販売しております。柿の葉さんのランチというともうすっかりもうファンの方が増えて人気のランチになりましたよね。はい、ありがたいことにたくさんのお客様にご来店いただいてます。そのこだわりのランチがお惣菜になって今度は購入できるということですか。はい、はい、そうです。これはこの日っていうのは決まってるんですか。毎月第2、はい、第4金曜日に販売をしております。はい、で今もね並んでるんですけれどもちなみに取材にお邪魔している今日はどんなメニューでしょうか。金玉卵の卵焼きと、切り干し大根の甘酒漬け、人参塩きんぴらとスナップエンドウと大豆ミートのごま味噌炒めになっております。はい、どれも聞くだけで美味しそうですね。はい、美味しいです、ま、とにかく柿の葉さんのお惣菜っていうのは食材からまずこだわってらっしゃいますよね。はい、はい、そうですね。地元の安心安全なお野菜を新鮮なお野菜を使ってで、柿の葉で取り扱っている化学調味料だとか添加物を加えていない、はい、こちらも安心安全な調味料を使ってますので間違いない美味しさをご提供できていると思います。しかもこちらで使われている調味料っていうのはこのお店で売ってるものも結構ありますよね。さようでございます。じゃあこれどうやって作ったんですかみたいな感じのお話も出てくるんじゃないですか。そうですね。私は作り手さんではないのであれなんですけれども多少なりともアドバイスはできますね。うん、はい、これ使ってますよとか、うんうんうん、そうですね。この調味料使ってますとかっていうのは、うん、はい、ご説明できます。食材だけではなくそういった調味料にまでこだわってるっていうのは本当に皆さん嬉しいですよね。そうですね。やはり今の時代はこう何が入ってるのかわからないみたいなところがね、はい、あるので、まあ、少しでもやっぱこうご自身だったりご家族の体を気遣っていただいて、はい、美味しいものを召し上がっていただきたいと思います。特に子育てされているお母さんなんかはそういったところが特に気になる部分だと思いますのでここだと安心して買い物ができますね。そうですね。はい、そしてですねさらには実は料理教室もあるとお聞きしました。はい、そうなんです。6月の9日に、この柿の葉ランチで、ランチを提供してくださっているデイバイデイの中村由紀子さんを講師にお迎えして、お料理教室をさせていただきます。実際作るのではなくてデモンストレーション形式なので、はい、調理実習というのはないんですけれども、はい、楽しくお話を聞きながらその時にねちょっとわからない料理のコツなんかを教えていただきながら、はい、普段こちらでランチ食べている方はこれどうやってやってるんだろうみたいな気になっている方多いと思うのでその実演が見られるわけですね。はい、これはちょっと頑張って作ろうっていう気持ちも上がりそうですね。そうですね。こんな簡単にできるんだみたいなそういった新たな発見もできるかと思うので、うん、そう、ご家庭に落とし込みやすい料理のレシピで、うん、なっておりますので、はい、これはぜひ学んでもうガンガン家でも実践していただきたいですね。そうですね。はい、詳しいことは SNS で発信していきますので、うん、また要チェックでお願いいたします。そしてこちらの柿の葉さんは一角にカフェスペースもありますけれどもやっぱりこれからの季節はジェラートでしょうか。そうですね。ジェラートありがたいことにご注文の方受けております。お持ち帰りもできますので、はいはい、柿の葉さんに来たらぜひこのジェラート食べてみてっていうのはありますか。おすすめとしてはやはり柿の葉でしか召し上がっていただけないオリジナルのアイスクリーム、はい、アスミンアイスクリームでしたりとか、はい、そういったものをはい、ぜひ食べていただきたいです。この柿茶を使ったアイスがあるっていうのは一瞬なんかこうえってこうねちょっと勇気がいりそうな気もしますけれども食べてみると本当美味しいですよね。そうなんですよ。癖になります。はい、ぜひここで一服して帰っていただきたいですね。そうですね。だいぶ暑くなってきましたのでゆっくり癒しの時間を過ごしていただけたらと思います。はい、それでは最後にこちらのお店の営業時間と定休日教えてください。はい、オープンは10時からで、オーダーストップは
16時30分、閉店はクローズは17時になっております。お休みは、土日祝となっておりますので、はい、あのお店の情報いろいろと先ほどもお話にありましたように SNS とかで発信されてますので、ぜひね、あのチェックしていただきたいですね。はい、そうですね、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。